皆さんおはようございます。今日は8月1日今朝の4時40分です。風もねあまりなくて涼しい朝ですね。昨日の夜はね割と涼しくて過ごしやすかったですね。で今ね、雲はね一つもなくて、やはりあそこにねぽっかりと月がね浮かんでます。そしてこうぐるーっとねビーナスベルトですね、ピンク色のね帯が見えて360度ね。で今そこをね鳥がね変態でこう三角にね綺麗に飛んでいきますね。そろそろあれなのかな、もう渡り鳥は少しずつ移動してるんですかね。やはり今日もね静かな朝です。本当はねもう30分くらい前だとこのオレンジのねグラデーションがものすごく綺麗だったんですけれど、ちょっと今ねうちの猫のそれも一匹じゃなくて、複数具合が悪くてお薬をね飲ませなきゃいけないんですけど、まあ、猫の場合には餌に混ぜてね食べさせるんですけど、まあ、錠剤のお薬なんでね、まあ、しかもちゃんと食べてくれたのかで食べた後吐かないかっていうのをね確認しなきゃいけないんで、朝起きて一番の仕事がね、その仕事がありましたので、ちょっとね海辺出てくるのが遅くなってしまいました。申し訳ありませんでした。ちょっとね皆さんに綺麗なオレンジのグラデーションをねお見せできればよかったんですけど、残念ながらねすいません。まあでも少し綺麗なね朝焼けではあると思います。またね最後に貼っておきます。今ね病気の猫が複数いるんですけれど、でもまあ私にできるねことはね全部して、もっとねあの本当はやってやりたいことはあるんですけれど、まあ、今の私にできる精一杯のことをねやってやりました。まあでもそれがね私にとってのまあ全部って言ったらあれですけどね、今できることなんでね、あとは本人のね、その自然治癒力っていうんですかね、それに頑張ってもらうしかないですからね。私自身もね自分の健康ですか、それをやはり、まあ、気遣うってことはないですけれど、まあ、自分自身のコンディションもね整えていかないと、もう私自身がね健康を害してしまってはね、その猫たちに餌をねあげることもできなくなってしまいます。もちろん薬をあげたりそういった健康管理をねしてやることもできなくなってしまいますので、私自身もね猫だけじゃなくて、まあやっぱご飯を食べてちゃんとね、であんまりねお酒ばっかり飲んだりそんな風に、あとねもう一つ思うんですけれど、整理整頓ですかね。まあ、昨日もね一匹がそういった膀胱炎になって、また別の猫もね同じように膀胱炎になったっていうことを考えた時にね、あやっぱりトイレの掃除ちゃんとやってやんなきゃなとかね、食器もねきちんと時々は消毒してやんなきゃなとかね、まあ、いろんなことを考えます。あとお部屋の状況はどうなんだろうって、猫は割と部屋の隅っことかね、まあ狭い部屋なんでねそれぞれの距離を保って自分の居場所はあるんですけれど、そういう居場所はきれいになってるだろうかとか、そのためにはやはりね部屋をきれいにしておかなきゃいけない。で私は今仕事でねその精神科心療内科のねトランスポーター、まあ、運転手往診の運転手をやってるんですけどね、
あの往診先には一人暮らしのお年寄りが多いんですけれど、やはりね、あのその認知症になったりしておられる方は、まあ、もちろん年齢的なこともあると思うんですけどね、もう庭は草がぼうぼうでね、お家も割と荒れてるっていうところが多いですね。だからやはり心の健康っていうものをね、考えた時にはやはり部屋のね片付けとか整理整頓、まあ周りをね、身の回りを整えるっていうことは心の中の整理整頓、心を整えるっていうこととも、ね、関係しているのかもしれません。まあ、今日はちょっとねそんな話をして、あとねもうすぐね日が昇っていきますね、あと数分で。で今日はね、水曜日ですか、まあ、いつもよりかはてかこれまでよりかは涼しいとは思うんですけど、やはり日中はね、暑く涼しくないと思いますので、皆さんあのお仕事の方もね、熱中症とか気をつけて今日も元気にいってらっしゃい。お休みの方はね、良い一日をお過ごしください。それでは皆さん。